前は殺人罪と公務執行妨害で逮捕する理由はもちろん分かっているな。お前が何百人もの罪のない人々を殺害し、極刑に値する罪を犯したからな。覚悟の準備をしておけ。嬉しい。サイコパス。ハルトさんが私のことを見てくれた、考えてくれた。ああ、もうそういう感じなんだ。なんかさ、毒親の元で育った子供みたいな、そういう心境なのかもしれない。振り向いてもらうためになんか、いろいろするみたいな、自傷行為したりとかさ、なんか、わざと問題行動をするみたいな。たとえそれが憎悪や嫌悪の感情であっても嬉しいの。歪んだ愛。わかっているのか？極刑処されるんだぞ。それでもいいの。その結果私のことを少しでも考えてくれたからってこと？よまよいことを。なんかさ、ちょっと同情の余地を感じちゃうよな。こんなこと言われると。本当はわかっていたの。通りすがりのモブキャラ。忘れ去られる空気みたいな存在。ハロルドさんにとって私はその程度の存在だってことを。だからハロルドさんを傷つけたかった。ハロルドさんの心の傷になって、その胸の中に永遠に続けたかったの。あー、なんかメンヘラ、実にメンヘラな感じの発想だけども。なんと愚かな。ハロルドさん、好きです。好きがゆえにな。歪んだ愛の結果なんだよな。こんな形でなければ嬉しい言葉だったんだがな。お前を許されないことをしたのだ。取り返しのつかないことをな。残念だ。愛情って本当になんかいろんな形があるよな。こうして勇者ハロルドは証人を連続殺人事件の犯人として逮捕した。その後の調べで証人は今まで300人以上を殺害していたことが発覚した。とんでもないな、マジで。また調べで勇者ハロルドの仲間であるマーシャに媚薬を飲ませた上でトランス状態にさせていたことを認めた。ああ、だからマーシャあんななんか飢えてたんだな。なるほど、そう、あ、マーシャ。うわー、疲れたもん。ビール。冷えてるか？バッチ冷えてますよ。ハロルドきつかったわね、今回は。こんなの毎回続いたらやめたくなりますよ、救者。ごめんね、ハロルド。あなたに迷惑をかけてしまったわね。俺たちは仲間だろ。こんなこと気にするなって。俺は嬉しいぜ。マーシャが元通りの元気なマーシャに戻ってくれたことかよ。ありがとうね、ハロルド。あんたのおかげで自分を取り戻せたわ。改めてこれからもよろしく頼むぞ、マーシャ。でもさ、ちょっとマーシャもさ、恥ずかしいんじゃねえか。なんか見られちゃったじゃん。なんか、まあ、媚薬に溺れていたとはいえ、もちろんよ、こちらこそよろしくね。なんか、エッチしましょうみたいなことをさ、言ってたっていうのがさ、うふ、仲間がいるっていいわね。だろ？なんか、元の生活に戻れるのかな？ひゃー、こいつ相変わらずクソ野郎のままなんだ。ねえ、お行儀が悪いだろうがよ。リア充は爆発しろ。とんでもねえこいつ。最後はなんかそういう爆発の地みたいな。ん？なんだ。なんだよお前。なんかゆっくりとさ立ち上がって、なんか星とか見つめちゃってさ、星じゃねえや。なんだ、花火か。最後はなんか謎の、まあ、爆発落ちみたいなもんだな。でもこれメテオみたいな降りかなんか降ってきたけどさ、サンキューフォープレイングと、なんかバカンス楽しんでる。あ、動かせる。パンイチだ。あ、この子、あのメテオを最後降らせたクソ野郎。この扉開けてみたくはないかい？ん？何それ、そんな大金持ってねえよ。ち、持ってねえ、33万しかねえもん。寝てんね、ジジイ。パンツは被るもの、よくわからん。なんか1000ゴールドだっけ、なんか、あ、まだ乗れるんだ、持ってんだね。どうしよっかな。どっからからさ、なんかさ、1000万ゴールドだっけ。あ、倒しちゃった。ひーちゃん引き殺しちゃった、ナチュラルに。あ、こいつからなんか、あやべえ。こいつ屋根裏まで行っちゃった。なんか入れない。あ、入れるね。この辺関係ないか。あ、マーシャいるじゃん、寝てる。あ、ダメだ。あ、飲みすぎた。ごめん、今日は休ませて。どうせなんかさ、こいつら男と女の関係なんだろうな。なんかあんなこと言い合ったもんな。別にいいや。なんでさ、このなんか勇者のさ、説明を受ける、ブラックジャック。なんかさ、ミニゲームなんかもある。でこいつとなんかさ、ブラックジャックしてさ、ね、楽しんで勝ちまくってお金貯めて、そんでなんか1000万ゴールド貯めて、なんか下のあそこでなんか1000万ゴールド払って下に行くみたいな話なのかな。なんか悠々自適な生活楽しんでるね、勇者。なるほどな。なんかさ、使用人が全員女ってところからも察するにさ、こいつマジで楽しんでるな。下行けないの？鍵かかってる。あ、なるほど、このパスワードを解くにはこいつから1000ゴールド。なるほどな。こいつなんか殺したらどうなんだろうな。開くじゃねえかよおい。
これは？あ、読めない、文字化けしてる。なんだこれ、ダメか、破壊できないんだ。あ、いるね。話しかけたいな、ちょっと降りたいな。一回降りるにはどうすればいいんだ。どっかになんかこう、あ、ここに行けば OK、 これで降りるね。そんでこの子に話しかけよう。おい、ジョーちゃん。あ、イベントだ。こんにちは。君は？なんだ、異体系の少女が現れた。海辺にぽつりと。美しいとは思いませんか？なんか詩的だね、こいつね。この海の向こうには一体どのような世界が広がっているのでしょうか。何なんだ一体、何者だ？なんてね、実を言うとこの世界が世界の果てなんですよ。うふふ。なんかめたいな、こいつ。作者みたいな話？こいつが。お前何者だ？はじめまして、私は女神です。この世界を観測するものです。いきなり神様現れた。見ていましたよ、あなたのことをずっとね。女神だと？病んでる女子に愛されすぎて、勇者の生命が脅かされた件、いかがでしたでしょうか？あ、やっぱりなんかその、めたい感じなんだ。あなただったんですね。この尋常ならざる世界を、なんて読むのこれ、編集したのは。はい。戻してくれませんか？元の普通の世界に。それはあなた次第ですよ、勇者ハラルド。俺次第？それはどういうことですか？この世界は起こり得る現実の一つ。未だ確定していない未来のシミュレーションは、なんか小難しい話しだした。起こり得る現実の一つ？パラレルワールド的な話をしているのかな？世界線がどうのこうのみたいな。つまり今よりこの世界はカリスマの世界ということですか？理解が早いですね。あなた本当にこの次元の住人ですか？次元とか言い出したね。そこまでして俺にどうしろと？俺にこの運命を回避しろとでもおっしゃりたいのですか？古の時代から人々は神々を尊い、共に生きてきました。ですが、最近の人はなんか神様とか信仰してませんみたいな話か？それはもう昔の話。神々の時代はとうの昔に終わりました。人の運命は人が決める。それがあなた方の選んだ道です。俺たちが選んだ道、まあ、近代兵器とか持ち出してるしな、こいつらな。自由ですか？神は死んだ的な話か？うふふ、自由はお嫌い？正直なところ逃げ出したい時だってありますよ。それでもやっぱり俺は自分の運命は自分で決めたい。正直な人。では、あなたを元の世界に戻します。ここから先はやり直しは聞きませんよ。モフモフって何？ねえ、そんなんしたくなっちゃうじゃねえかよ。モフモフしたい。女神様、俺決めました。はい、では、モフモフさせろください。はい。女神様は悠久の時を生きてこられた。ゴホロリータで荒らせられるござる。荒らせられるでござるっていう言葉もなんかよくわかんないけどさ、ゴホロリータで。こんな機会は滅多にないでござる。拙者は女神様をモフモフしたいでござる。何をたむれるか。お前は女神を滅多にできるとでも考えているのか。女神様、モフ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 。幼女はめでるものみたいな話。モフモフするものであるみたいな。つっちがよるな。おい、なんだその交換音。なんかちょっとエッチな感じじゃねえかよ。く、やめなさい。不敬者。ねえ、そこは人間ごときが触れていい場所ではない。ねえ、おい、ちょっとなんかハレンチな感じの。おい、ハートマークとか出てきてるぞ。あー、ハートマークがたわけ。ミッションファイルド。ダメなんだこれ。モフモフはやっぱダメだったね。承知しました。これで行こう。承知しました。見つかるといいですね。自由の答え。まあそもそも神様をモフモフするなんておこがましかったんだよな。ちょっと話聞いてんの？マーシャ？夢落ちみたいな話？ぼさっとしないでとっとと。なんかさっきのバカンスの世界はどうなったのね。は？もらったのか？は？マーシャ、今はいつだ？この村に来て何したった？あ、なるほど。その神様と戯れてる間に時間がすごい過ぎてたみたいなこと？何して、いやいや、今来たばっかでしょ。よし、まだ商人とは出会ってない時期。あ、あー、なるほどね。そこまで戻ったんだ。急げ、村から出るぞ。あいつと出会わなければ悲劇の運命は回避できるはずだ。なるほど、タイムリープ的なことをしたんだ。わけわかんないこと言っちゃってるわね。ハロルド、あんた疲れてるのよ。いいか、よく聞くんだ。俺たちが判断を誤れば、これからの半年間のうちに何百人もの人々が命が奪われるんだ。頼むから言うこと聞いてくれ。そんなこと言ってもわかんねえよな、マーシャはな。そして現れたね、このサイコパス。雪降ってるじゃない。あら、雪降ってるじゃない。寒いと思ったわ。ねえ、ネタぶっこんでくるね、この作者。やばいぞ、サイコパス少女が。あら、お客様、おはようございます。出会っちゃったね。ごめんなさい、開店時間はまだなの。しばらくお待ちいただけますか。しまった、出会っちゃった。どうしたんですか、お客様。世界線が収束しようとしている。あ、シュタインズゲート的なね。あの、世界がこの子をサイコパスに仕立て上げようとしたがるんだな。
いかん、このままでは悲劇の運命が現実のものとなってしまう。そのベータ世界線に飛ばないと、アルファのままだとまずい。考えろ考えるだ、悲劇を回避できる方法を。あのお客様はそんな見つめないで。恥ずかしい、ダメだ、もう恋に落ちてる、早すぎる。ちょっとあんた初対面の相手に失礼よ。まずいな、これどうすんだ。こっからどうやってこの世界線を変えるんだ。あー、ここで高笑い。ハロルド、なんか法院教魔みたいな感じだなこいつだ。ハロルド、ついに壊れちゃった。いやー、なんで今まで気づかなかったんだろうな。なあ主任、え、何、何のこと、何これ。回転翼事業用操縦士免許、なんかヘリコプターの免許ってこと。あー、こいつがなんか最後ヘリ操縦してたもんな。つまりお前は18歳以上、ああ、正真正銘ゴホロリタだからなんなんだよ。で、何？俺はもう我慢しない。我慢する必要がない。あ、なるほど、そういうことか。男女の関係になっちゃっても何も問題ないよね、みたいなこと。お前なんかモフってやる。モフ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 。さ、あの、モフるっていうのがさ、このゲームの中でのその隠語みたいなことなのか。要するに、なんかそういうことするってことでしょ、モフるって。なんか食いう。なんかもうエロゲーみたいな感じのさセリフ。説明しよう。人と人は触れ合うことで愛情ホルモンとも呼ばれるオキシトシンが分泌される。その結果他者への信頼が増し、親密な人間関係を結ぼうという気持ちが高まるのだ。あったかい、人の温かみを知ったんだな、このサイコパスも。やめなさい、白昼堂々とセクハラ。あんた頭おかしいんじゃないの。これが俺の答えだ。運命に抗う自由意志だ。やめろつってたのか、この変態野郎が。あ、魔法が。いやでもこれさ、マーシャには説明してもわからないと思うけど、これがてか世界を救うことになってんだよ。こうして勇者ハロルは迷惑防止条例違反の現行犯で逮捕された。いやでも好きでやってるわけじゃ、まあちょっと半分ぐらいは好きでやってる可能性もあるけどな。なぜならこの勇者はなんか女神をもモフモフするようなやつだからな。その後、商人との師団が成立。不起訴処分となったが、停職6ヶ月の懲戒処分を受けた、勇者って職業なんだね。半年間勇者業ができなくなったんだ。そして半年後。まあでもどうせさ、なんか今でもあの女とは男女の関係続いてんでしょ、どうせ。ぬわーん、疲れたもん、ビルビル。マーシャきつかったな、今回は。マーシャそれは怒るでしょう。あんたのせいでしょうか。あなた弁護士当たったりいろいろ大変だったから。まあでもそんなことになっても、それでもなんか慕ってくれるんだな、俺のことを。もう絶対男女の関係になってるよな、こいつらな。ごめんな、マーシャ。お前に迷惑かけちまったな。わかればいいなよ。まあ仲間だし許して、ほら。何照れてんだ、てめえ。絶対男女の仲だろ、こいつら。マーシャ、ありがとう。お前のおかげで自分を取り戻せよ。口だけは回るな、てめえな。絶対そんなこと思ってねえだろ。何を急にしろらしくなっちゃって。どうせ二股してんだろこいつ。逮捕されたあの日、お前とはもう仲間でいられなくなるのではないかと心配したぞ。へえ、そんなに私を別れするのが嫌だった。口が回る、マジでうまいこと言うな。ほんとさ、浮気するような男ってのはほんと口がうめえんだ、こいつみたいにな。当然だ、お前は俺にとってなくてはならない存在だからな。嬉しいこと言ってくれるじゃない。そしてこのチョロさもこのマーシャの特徴だよな。大体浮気される相手ってのはもうチョロいんだよ。チョロい相手だからこそなんかこう浮気相手としてこう狙われるんだよな。そんじゃとことんまで付き合ってあげようかしらね。改めてこれからもよろしく頼むぞ、マーシャ。もちろん私の方こそ頼りにしてるわよ、あんたのこと。あー、ちょろいなこいつ。なんかさ、上機嫌になってるけどさ、こいつらのなんか心の中は全然正反対なんだろうな。なんかハロルドはまたこいつ簡単に騙せたわ、ちょろいなって思ってるし、マーシャはなんかもう恋に盲目なんだよね。もうしょうがないわね、私がいないとこの男はダメなんだから、みたいな感じで思っててさ。お、サンキューフォープレイングと。これで終わりか。今のがトゥルーエンドってことでいいんだよね。なんかもうなんか割と最低なトゥルーエンドだけどな。結局なんかさ、ヤンデレ女子に愛されすぎて勇者の生命が脅かされた、なんか自業自得な気がすんだけど俺。どうせなんかあのさ、300人殺して回ったあの女の世界線でもさ、あんだけ女の子にさ好かれるってことはさ、 お前どうせやることやってたんだろ、合法ロリータだかなんだか知らないけどさ。まあなんちゅうの、その男女の地上のもつれだわな、これな、結局な。やっぱ下半身がだらしないのは良くないね。はい、ってことでありがとうございました。